こんにちは、めぐです。こんにちは、かっちゃんです。まだまだ今年ね、9月も結構暑いらしいよね。あ、続きますか、まだまだ続きますか。まだまだ続きますね、まあ、本当健康管理ね、気をつけなきゃいけないですね。はい、はい、で、メッセージなんかまたたくさんいただいてまして、そうなんです、またたくさんいただいているので、はい、ありがとうございます。紹介します。31歳女性、兵庫県神戸市にお住まいの方からです。会社に行く前に聞いています。あ、土曜日もね、お疲れ様です。健康は一番大事。最近は体力作りだけではなく、体の中から綺麗にならなきゃいけないんだなと、食べるものにも少しずつこだわりを持ってます。まずは国産程度でしかスタートできていませんが、何かこれだけは欠かさずにしていること、食べているものありますか。かちゃん、ある？ありますよ、うん、私も漬物と納豆と冷ややっこと、はい、ね、まあ、大体、まあ、まあ、そういったものが多いですね。発酵食品、お味噌汁、はい、はい、ね、私もいつも納豆常備してます、はい、でお漬物も、ね、まあ、夏場はね、結構梅酢をね、お水割って飲んだりとかね、はい、まあ、そういった形でね、まあ、ミネラル分もね、すごく大事ですしね、うん、発汗するとね、はい、そうですよね、はい、うん、梅酢おすすめです。美味しいですよ、はい、ホットがいいっていう風にかちゃん先生いつも言ってま す, そ, す、ね、そして兵庫県姫路市、36歳女性の方からです。毎日、楽しく過ごしています。ドクトルかっちゃんも必ず聞いていますよ。本当にいろんなお話を聞けて嬉しく思っています。うちの彼様、仕事が忙しく不規則な食生活ばかりで、お腹がポコ、どうかお腹もいっぱい、お腹はへっこむお食事をプレゼントしてください。だって、ね、ありがとうございます。まあ、お腹はね、はい、まず冷たいものね、飲むと消化管に脂肪がついてね、お腹出てくるんですよね。それか、はい、まあ、それが一つと、なるほど、はい、あとね、やっぱり、ね、肉食、うん、油物、はい、甘いもの、うん、ね、まあ、味付けの濃いものなんかも原因、それから便秘、こういったことも原因なんですよ。おー、でね、まあ、まあ、冬とね、はい、夏、はい、やっぱりね、急激に体調を壊してね、倒れる方結構多いんですよね、うん、で、まあ、今ね、日本人のね、死因の 60%、 約 60% が三大疾患なんですよ、はい、がん、心臓病、はい、脳卒中、うん、ね、でね、脳卒中もね、はい、結構ね、夏も多いんですよ。うん、こう血圧上がったりするんですかね。うん、だから例えばそのテニスやってる人で ね、 あ、はい、ね、夏ね、暑いでしょ、うん、炎天下でね、でテニスやってね、クラブハウス入るでしょ、うん、はい、エアコンでね、足冷えるでしょ、うんうん、で次ね、また外でね、テニス始めた瞬間、はい、アキレス腱切っちゃったりとか。アキレス腱、うんうん、だから冷えることによって、まあ、筋肉緊張しちゃうわけですよね、うん、はい、ねえ、スポーツされる方はね、気をつけてくださいね。準備運動とかも大事ですしね、はい、うん、だから、まあ、ね、冷えることも一つね、まあ、まあ、体調不全の、まあ、不良の原因なんですけども、うん、急激な温度差気をつけましょう。で、あとね、まあ、食べ物ね、はい、でやっぱり、まあ、肉食、油物、甘いものちょっと、はい、まあ、控えましょうね、皆さん。いいですね、うん、で、死のね、四十層っていうね、はい、まあ、40層っていうんですかね、言われるんですけどね、はい、で、まあ、日常生活でね、やっぱりこうチェックしなきゃいけないのがね、うん、まあ、高血圧、はい、糖尿病、高脂血症、肥満、はい、で、この4つがね、あると非常に動脈硬化が早いって言われてるんですよね、うん、で、まあ、単独でね、まあ、例えばこの4つの要素の1つがあった場合ね、はい、ない人と比べると動脈硬化の発症率はね、まあ、5、6倍、ね、で、高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満の4つが揃うと、はい、発症率はね、35倍になるんですよ。怖いですね、うん、だから1つずつね、やっぱり改善するってことがね、まあ、大事なんですね。もう生活習慣病ですよね。そうですね、うん、で、だから、まあ、腸内環境と食事ってこうすごく大事なんですね、はい、で、ただね、高脂血症じゃないのに、はい、ね、心臓血管障害で亡くなってる人全部たくさんいるんですよ、うん、で、じゃあなんで高脂血症じゃないのにね、動脈硬化が進むかっていうと、はい、これはやっぱ活性酸素が原因ってことが言われるんですよ。うーん、
うん、でだから要するにね、まあ、老化とか、はい、それからあの、まあ、西洋食の方ですね、これに伴ってですね、血液中の、まあ、ホモシスティン値が高くなっていって、はい、活性酸素がどんどん増えていくんですよ、うん、だからコレステロール中性脂肪高くないのに、でそういった要因で、まあ、活性酸素が増える。だからこれね、先ほどの、高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満、ね、はい、の原因、これね、やっぱり動物性食品の食べ過ぎ、うん、によって、まあ、腸内環境の悪化、うん、ね、それから、そうですね、血中のホモシスティンが上がる要因としてはね、高脂血症にはならないんだけども、やっぱり腸内環境が悪化していくと、うん、ね、あるいは老化現象によってホモシスティン値って上がっていくわけですよね、うん、でそれもによって活性酸素増えるから、だからどっちにしてもね、まあ、予防していこうと思ったら、やっぱり食事と腸内環境、はい、これを両方考えていかなきゃいけないんじゃないかってことなんですよね、うん、だからまあ一応ね、いつも私申し上げるんですけどね、まあ、小腸は食べ物を受け入れて、まあ、成長の血液を作る、まあ、要なんですね、はい、で大腸はまあ水分吸収と排泄が役目なんですね、うん、だから要するに小腸と大腸の機能を整えながら、まあ、体にいい食べ物、はい、要するに発酵する食品を摂取するってことが、まあ、一番、うん、まあ、根本的な、まあ、予防になるんじゃないかってことなんですね、うん、それとね、あとね、血圧のコントロール、はい、だから例えばもともと低血圧の人がね、うん、動脈硬化が進むと、ある時からね、だんだん血圧が正常になって、次高血圧に移行するんですよ、うん、でそういう時に、まあ、急激な、まあ、症状が出る場合あるしね、はい、で頭痛とかね、鼻血、はい、ね、頭痛があって鼻血が出てね、血圧高かったらもうね、うん、いつ倒れてもおかしくない、うん、まあ、非常に、まあ、危険な状態だと思ってくださいね、はい、ですぐやっぱりね、そういう時は、ね、病院嫌いな人でもとにかく行ってね、はい、検査をしていただいて、うん、で適切なね処置をする、うんうん、これをやっぱりするだけでもかなり、まあ、脳卒中の予防にはなるんじゃないかなと思うんですよね、うん、軽く見がちですけどね、ダメですね、はい、うん、だから昔はね、うん、寒いところで多かったんですけどね、はい、そういう、ね、症状がね、はい、うん、だけど今暖かい 時でも夏場でも結構脳卒中も増えてるから、うん、だからまあ気をつけていただいた方がいいと思いますね、うん、まだまだね、暑い日が続きそうですから、はい、皆様十分に気をつけてください、はい、では今日も皆さん健やかにお過ごしください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。